オースターオートクラット、オースターオートクラット、オースター J-1 オースター J-1 オートクラットは、第二次世界大戦後に、イギリスのオースターエアクラフトで製造された、軽飛行機である。アメリカ合衆国の航空機メーカーテイラークラフトの、英国市会社として設立された、テイラークラフトエアロプレーンズイングランドは、第二次世界大戦中、イギリス軍向けの観測機、 オースターシリーズの量産を行っていた。対戦の終わりが近づき、テイラークラフトエアロプレインズの技術者は民間向けのツーリング機モデルの検討を始めた。そして、オースターシリーズの最後の量産型である、オースター V をベースにした民間向け系飛行機として、出力 100HP のブラックバーンシーラスマイナーを搭載した、テイラークラフトオースター V シリーズ J。 一オートクラットと呼ばれる試作機を1945年末に完成させた。この頃、米国の親会社テイラークラフトは資金難により破産し、テイラークラフトエアロプレインズは新たにオースターエアクラフトとなった。そこで開発機の名称も短くオースター J-1 オートクラットとまとめられた。j 一オートクラットは大戦後のイギリス製系飛行機としては最も、 成功したモデルの一つで、1945年から1952年にかけて、農業機モデル等の派生系を含めると500機程度が生産された。イギリス軍では使用されていないが、いくつかの国の軍では、原型機のオースターシリーズと同様に、連絡機や観測機として使用された。J1 バイトエーグレットイスラエル空軍の J1 オートクラット J1 オートクラットの所言。 ありがとうございます。